っていうのは16分音符のシャッフルだったんですよ。セカンドラインがツックタッカツックタッカで弾かないといけないと。で97っていうのは、ツンチャカツクチャカツクチャカツクチャカタタ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 っていうイーブンのリズム、跳ねてないリズムだったんですね。で98は、シャッフルで始まってズンガ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 で始まって、230ページからイーブンになるっていう複合型っていう EX になってました。で99は、16分音符のシャッフルってことはズンガチャッカズンガチャッカが99ですと。まあここはもう怒涛のようにこうシャッフルイーブン16っていうなんかそのね、違いを出してるわけですけども、それでまあここまで来てですね、まあもう一個動画作ってみようかなっていうアイデアは浮かんだので、そちらの動画も楽しみにしていただくとして、99から解説していくと、まあ、リズムっていうのは最終的には一本一本の弦を弾いていったとしても、こうやって弾いていったとしても根本的には6本とも弾いているような感覚のダウンアップで右手は振りっぱなしですよと。でそれはこういうフレーズだと多少ちゃんと一本一本弾いていった方がいいフレーズにはなってるんだけど、じゃあこうやってやるとちょっとぐちゃぐちゃってなっちゃうから、一応は一本一本って弾くんだけど、わざと弾きにくいポジションを使わなきゃいけないフレーズにしてあります。でそれとだんだんギター弾いてきたら左手に身についていってしまう、人差し指薬指人差し指薬指人差し指中指人差し指薬指っていうすごくありがちな指使いになってしまうところを避けたフレーズになっています。だから6弦の6フレットっていう音が出てきたり、この後のこれが弾きにくいように作ってあります。しかも偶数小節の後半を少しずつ変えていますからと。まあこうやって練習しちゃうと思うけど、一応こうやってタッカツッ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 っていう風にこうやって練習していってください。で、だけ難しいとは思いますね。っていうふうにわざとこう休符の間がこうねややこしいように作ってあるんで、足踏みしてないと3段目の1拍目って入りづらいんですよ。ガッてドンピシャで入れるとこれかっこよくなるんですね。これのタイミングは本当は16分音符で右手が振ってるズンガチャッカ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 you
らしちゃうな俺な変な癖がついてるな。ワン、ツー、シー、なんで揺らすんや。ワン、ツー、シー。おお、大変やなこれ。揺らさずに右手を振ってろってのはすごく難しいってことが分かりましたけど、あ、これぐらいの速さでいけばいけるんか、面白い。おいで。これこういうところも多少こうこうやって弾いちゃうとダウン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 とかでついつい弾いちゃうっていうことはあるわけですね。だから、カンカンカンコーのコーはアップで弾くべきっていうちょっとしたそういうことっていうのがやっぱギタープレイにはあるんですよ。もちろんダウンで弾いてもリズムがもう出来上がってる人はダウンで弾いてもいいけど、まだリズムが出来上がってない人はここはアップで弾く。ダウンダウンダウンアップ、カコーとかカコーじゃないからね、カッコーだからね、カッカッカこれはサザエさん、EX100 の最後の方に出てくるトコスちゃんのこのリズムでこうやって弾かないといけない。でそれはでこうやって練習していくんじゃなくって、トコツちゃんトコツちゃんトコツちゃん、これでまあもともとこのタッカツックタッカツックのタッカには3連符が入ってるわけですよ。タタタっていう、タタ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 タっていう、その3連符がっていうやつだから、それのこれと同じ雰囲気のこれを弾けるようにしてください。冒頭の演奏では歪みエフェクターを足元に置いといて、99を弾き終わったらエフェクターを踏んで歪みをカットしてましたけど、エフェクターじゃないとしてもアンプでクランチよりもう少し歪んでる感じ、こういう歪みを作っといて、ここまで来たらボリュームを6か7ぐらいにすれば次の100に入れますから、実際楽曲のプレイっていうのはやっぱりカッティングの時はちょっとだけ音をちっちゃくするんですね。でそれはボリュームつまみを10にしているか6にしているのかの違いで、でここで6にして、こっちに入ってください。これと同じ、これで、これもね、ここもね、ちょいドゥンとドラッコってここに少しドラッとドラッコが入ると、ラッコが入ると本当はちょっとおしゃれなかっこよさになるんだけど、ちょいとつくちゃね、まあこの55のところあるじゃないですか。2拍目の55。この55は、実際には1音1音っていうはっきりとした、じゃなくてもいいんで、少し、こう。タッ
ッカツックタッカツックで乗ってるってことは本当は3連符が隠れている。その3連符とまでいかなくてもいいからコンコロキンコンコロキンっていうドラーっとっていう風な、少しここでなんか丸いグループが回転してるような、そんな感じで弾けたらまあまあそれもかっこいいんだけどっていうね。初版本をお持ちの読者の皆様に申し訳ないですけども、234ページの一番下の段8小節目ここのふわりが1個ずつ、75653っていう数字は16分音符1個ずつ後ろです。申し訳ありません、申し訳ありません。 CD の方に合わせてください。ちょいつんかとじた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 、こっちが弾きやすいしね、うん、7がダウンピッキング、5はアップ、6がダウン、5がアップ、3はダウン。そうすると次のここに行けるからね。35ページの4小節目の HC って書いてある半音チョーキング、ここの時にリズムがずれないように、ここ、これが、油断するとどっちかにずれちゃうので、それがあれとこの本の最終的なところです。上の方はそんなに難しくないんですよね。そこが面白いんでね、ってやった後は右手はこう乗ってられるん、タッカ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 タッ、これチャッカチャッカが入れられるから2小節目はそんなに難しくないけど、4小節目はチャカが入れられないから難しい。まあ入れてもいいんだけど、入れてもいいんだけど、俺もさっき入れてたかもしれないけども、と。そういう難しさってのはいろんなところにありますよと。だから結局まあ譜面にチャカは書いてないけども、それはノリとして入って当たり前なことっていうのは入ってていいんですよ。かといって全部が全部ジャカジャカ鳴ってても、全部が鳴っててもうるさいから空振りは入れていくんだけども、乗ってるよっていう意味ではこれぐらいは入ってても構いません。で今僕ちょっと弾いたんですけど、757って音を弾く寸前にこれが入ってるんですよ。ちょっとゆっくりやるとワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。こう。うっかちゃっかつっくちゃっかつっくちゃっかつっくちゃっか。この一瞬の、これ。一瞬のこれ。あ、あ、あ、だっとん。だっつんだ、あ、だ、ふんだって弾くんじゃなくて、あだふんだ、あだ、あ、あ、あだふんだって弾く。で、これ、まあ、全部入ってるとうるさい。そういう曲の場合はそういう曲で、そういうのはある。方がかっこよかったりするし、だけどもこういう曲の時も
こうやって入るんじゃなくて、あた。全部今のを入れなさいっていうんじゃなくって、リズムを理解する、リズムに乗っていく練習をする時のポイントとしてそういうポイントもあるし、それは上達してきたらもう入れなくても弾けるようになる可能性もありますからと。でも知ってないといけないよって話ですね。で、ここも指使いとしてちょっと変わった指使いを狙って6小節目は作ってます。で、最後の0はダウンで弾いてもいいし、アップで弾いてもいいんだけど、ダウンで弾くとこういう不協和音にはなりやすいから、それを回避してアップで弾くっていうのもいいんだけど、ここはリズムが取れるようになったら、実は表の拍も裏の拍も全部アップでも弾けるようになっていくっていう、まあそれはいろんな有名アーティストさんの映像とかを見ても、一番大切なメロディーでありつつ表拍なのに全部アップピッキングで弾いてる人もいます。それはメロディーの大切さがまずあって、そのメロディーが特に2弦とか1弦の時はダウンで弾くよりもっていう風に弾いてた方が音が立つみたいなね、そういう時もあるんだけども、それはリズムが取れるようになった人がやるべきことで、まだそこに行ってない場合はあくまでもこう表拍はダウンで、裏拍はアップで弾いていくことにまず徹底的に慣れちゃってから、そっちの道もありますよという話。だからアーティストさんを見て、あ、この人アップじゃんって、アップで弾けるんじゃん、アップで弾いたっていいじゃんっていうのではないです。その人たちはもうできてるから、やれるから。で、ダカーポで一番最初に戻ります。ダカーポっていうのは一番最初に戻るっていう、左の234ページ目の頭の方で、今度2コーダーという、亀みたいなマークのところからコーダーって書いてある右のページの一番下の段まで飛びます。飛びます、飛びます。忙しいからもうミーのピッキングのダウンアップを守ることは難しい、というかもう1個目の7はダウンでいって、高田が入ったら次からはアップ高田、アップ高田、アップ高田、待機の練習。1個目はダウンでもいいとして、その後はもう全部高田カーン、タカタカーン、タカタタン、タカタにしてください。フレーズは7弾いてタカタ、7弾いてタカタっていう風に、譜面上ではそういう順番じゃないですか、表裏表裏もね。でもここにトリックがあって、実は最初の7、7を1回弾いたら、その後はつくつちゃん、つくつちゃん、つくつちゃん、つくつを連続で弾かないといけない。だから1個目はダウンで弾いて、その後は、つくつちゃん、つくつちゃん、つくつちゃん、つくつって弾かないといけない。いけなかないけどね、いけなかないけど、まずは攻略するっていう意味でそれからやってみてください。で、それすると実は最後のチャカチャカの時にもう右手のダウンアップが守られてない状況で4拍目に行かないといけないから、足踏みしといて、チャカチャチャンが乗ったら、乗った後にワン、ツー、
スリー、チャガザガってなる。ここで終わると。うん、青盆の最後の最後は、待機を、待機しないと弾けないフレーズになっています。つまり、今までの EX1 から99、もしくは100の前半、が弾けたとしたならば、最終関門が15小節目と16小節目です。で、ここまでやってくださった方に、リズムの極意ってやつを別の動画で、作ってみたいと思っているので、お楽しみ。